日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こっちマクドナルドのビッグマック、エビフィレオ、マックチキン、エリヤキバーガー、そしてリニューアルされたキャラメルナッツとアップルパイを食べたいと思います。普段はマクドナルドの限定メニューとか食べることが多いんですけど、まあ、たまにはレギュラーメニューもねと思いつつ、ビッグマックとかで実は生まれて34年経つんですけど初めて食べるんです。なんかあんまり食べる機会がなかったので今日食べてみたいと思います。それでは、うわぁ、どのハンバーガーも中身がジューシーで野菜の食感もシャキシャキしてる。さすが人気者というべき味わいです。甘辛さやちょっとピリッとくる刺激、プリプリとした食感、サクッとした音、どれも美味しいなぁ。こういうのって本当に好き。あとジュワッとしたりほんのり甘い味わいが来るのもいいね。もっと食べたくなる。人気者たちだけど食べ過ぎるとなーって、4つを食べて言っても説得力ないよねというわけで、まあ、こういうレギュラーメニューを食べるというのもたまには悪くありません。それぞれの詳細な解説はこの後すぐに行います。です。最初に食べたビッグマックは本当に大きくてボリュームがあり、お肉もたっぷり入っていて、以前食べたサムライマックほどではありないんですけど、食べ応えがあって美味しくて、で一つで満足できる大きさですね。まあ、自分は3つ4つハンバーガー食べてるんですけど、で、エリーに食べたこちらのチキチキは先日まで発売されていたチキンクリスプだったけど、何かのリニューアル商品というパターンで、カリカリとしたチキンナゲットに使われているような、いや使われているものを使いました。鶏肉の旨味が口の中で噛んだ瞬間にじゅわっと広がってました。でこちらエビフィレをプリプリとしたエビの食感がお肉とはまた違ったハンバーガーとの相性を出していきました。ルーラーソースが結構ピリッときましたね。フィレオといえば昔子供の頃ですね、結構フィレオフィッシュ食べる機会が多かったんですけど、当時はタルタルソースが苦手だったのでタルタル抜いてもらってばかりだったのを今は食べながら思い出しました。で甘辛い味付けが美味しいテリヤキバーガー、マクドナルドのものもレシーに漏れず、その中で甘辛く醤油の味が広がってきて美味しかった。で今揚げたハンバーガー4つが何でもマクドナルドのレギュラーバーガーで人気ベスト4という記事を見つけて気になったので食べてみたんですけど、自分は最後に食べたテリヤキバーガーの甘辛さが一番好みでしたね。なのでハンバーガー代表としてテリヤキバーガーを5点とさせていただきます。そしてキャラメルラテ、アップルパイ、どちらもキャラメルの甘さやリンゴのさっぱりとした味わいが口の中でちょっと広がってきて、ちょっと一人で付き合いたい時にいいなと思う。サペナテがリニューアルしたみたいですけど、それよりもやっぱりキャラメルの甘さの方が立ってて美味しかったです。まあサペナテになったらどうなのか分かりませんけど、この両者は両方とも4点とさせていただきます。そういうわけで今日はマクドナルドのレギュラー人気メニューバーガー4種とハッフルパイチョケラテをいただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。エンシュフェイ。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。